今日はちょっと質問でも結構あったんですけど、一級塗装技能士で用意するものは鉛筆と定規ですね。残すんで鉛筆の上に乗っけないだったんですね。お顔を作ってもんじゃ焼きみたいにしてしごくんですよ、こうやって立てて、次はこれすくい取るんですよ、こうやって。余すかもしれない。そうですね、汚すといけないので。そうかそうかそうか、はい。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は一級塗装技能士の続きの動画になります。イエーイ。今日は第2弾、続きの動画で、ちょっと難しいんですよこれ、複雑で。なんかこういう、覚えてますか？何とも覚えてない。でもこれ本当受けたことないんで、あの2人にかかってるんで。で結構コメントが来てたんですよ、ちょっと抜粋してちょっと読むんで。宮田くさん、こういう動画出せ。俺も思う。マジでこういう動画必要。こういう動画出せや。出せや。出せ。必要だね。はい。次、モンキーリルフィーさん。もう、はい。手の感覚があるので、パテ処理は素手でやりましょう。手で寝るって。汚いですよ、汚れてます。パテ処理は。テープじゃなくて。なんかその多分コテですよね、多分きっと。素手でやった方がいいらしいです。でもそのやっぱ軍手でパテやっちゃダメですよ。配ってから鳴らすとムラムラよって。黒ひげさん、しごいたるで吸わんでしょうもん、水分、はいはいはい、だから配ったってスピードがあるよ、いいじゃないっていうことだ。分かんないけど、そういうことだ。で、あとアキさん、ツッコミどころ満載ですよ。まあ確かにね、ちょっとまあ、はい、僕らも探り探りやってるんで覚えてない。そうっす。まあちょっとまあ参考に 2% ぐらいもだったらいいんじゃないでしょうか。二級も国家資格ですよ。あれ、この間って言っても違うんじゃない。違うんですよね。2級は県知事認定か場所が違うんですよ。僕もちょっとよく分かんないんで、ちょっと Google でこれやってください、これ。はい、まあそういうことで、はい、じゃあちょっと実際に、じゃあ次の工程から進みたいと思います。あれなんかちらっと見えたけど、はい、寺西くんも受かりますみたいなあったんで。ありましたね。だって寺西くんは一級余裕で取れるでしょ。無理。じゃあ次の工程は、じゃあ教科書5ページ、シーラー。シーラー、はい。じゃあシーラー編いきますか。次、はい、シーラー塗装ですね。これハケ塗りですよね。ハケ塗りですね。はい。なんかコツはありますか。コツは、はい、真ん中に材料を置いて、はい、半分ずつ伸ばせれるような感じで、はいはい、合わせて配っていくわけですね。つけるのも量とかあるんですか。量は、はい、もう感覚ですけど、はい、パポンってつけて、はい、ポンポンぐらいで。ちょっと擬音が多いって。擬音多いな。タプンってつけてトントンがやっぱコツですよ。それがやっぱ一番ベストな量なんですか。そうですね。で、まあ、はい、1本通す。1本通す。1本で。はい。1本通すのは、まあ、上から下まで。ハケを途中で止めちゃうとハケ跡ついちゃうんで、はい、上から下まで通す。普通現場とかだったらこれでもローラーでいっちゃうじゃないですか。まあこの面積あったらローラーでいっちゃうよね。やっぱその試験用で多分ハケなんですよね、きっと。それテクニックっすよね、抜けた時毛先で。ああ、毛が抜けた時に毛先でちょんちょんって。はいはい、これ完成ですね。シーラーは基本的に色が入ってますね。ホワイトですよね。そうそう。で、ここはあのパテ処理したところじゃないですか。これ質問なんですけど、うん、透け感で僕も思ったんですよ。こっちはパテ実現のまま残す部分なんですよ。ここって結局は下塗りの白のシーラーが入るもんで、もっと白になる。乾いたらそうですよね、うん、で、それが何て言うんですか、もしそのシーラーに立ったら多少パテが透けててもカバーで。まあね、ただその段階、一つの段階ごとに見てるからね、はい、ああ、そうです。それは認める。そういうことだ。スケスケだったら無理ですか。やられる。ちょっとごまかした方がまあ、ある程度じゃない。
まあ、減点対象にはなる、うん、あんまりスケスケだったら、あ、しいです、ね、どの程度かが分かんないからね、その減点の対象が。で実際その季節でもよると思うんですけど、まあその、まあ、生え取る前提としてシーラーどれぐらいで乾いてくるんですかね。シーラーは早いんじゃないですか。早い、めちゃくちゃ早いよ。その間はちなみにその試験の乾き待ちの時も時間の換算が入ってるので、何をします？まあ朝食、朝食、まあ結局朝食が3食あるから、はい、その塗料すら乾き待ち、はい、いろんな登りがあるから、はい、で一食ずつ作っとったら間に合わんから、もうちょこちょこバランス見て作っていかないと。そうですね、こうやって砂鉄とか、まあ、カンカンでこうやって混ぜた色と乾燥した色ってやっぱ登りがあって違うから、うん、ある程度刻んで朝食する時間を作った方がいいと、うん、あ、それはめちゃめちゃ良いでした。はい、じゃあ乾燥させていきましょう。いこう。次の工程が研磨、またペーパーですよ。うわー、まあ、どうかよこれ。で研磨 と、図面は台でよかったですね、うん、はい、優しく優しくカメラに向かってお願いします。ペーパーは優しく当てるんだ。仮面かぶってないのか、恥ずかしい。仮面かぶってないとテンション上がらんのだろ。撮ってくれる？本当に怖い人になっちゃう。もう手前でないじゃん。あれ、撮れねえ。撮れねえ。仮面かぶったらシーン落ちちゃいます。あー、違う。あれですよね、あれなんか帽子かヘルメットかぶってないとダメですよ。そうですね、帽子です。帽子か。タオルはタオルダメです。タオルダメです。はい、じゃあこれを掃除します。フープでいいよ。じゃあ次はついに図面ですよ。これがまたややこしいんですよね。用意するもの、定規ですね、まあ、実企画で。ちょっと鉛筆、ちょっと2本ぐらいちょっと用意しておきました。で、まあ、コンパスですね。コンパスが半径が 17.5 センチまでいく、ちょっと大きめのコンパスが必要になります。これ探すのちょっと大変ですよね。なかなか売ってない。大変。はい。まあ、ちょっと、売った方が、アマゾンで買った方がいいかもしれないです。本当ないんで、これ。セットが売っとるもんね。あの一級機能シセットみたいな、はい、あの練習キットありますよね。ちなみに俺それ買った。あ、俺も買いました。二級で買いました。俺も買った。やっぱそれも買ったね。で練習の時は自分に一個ずつ揃えたけど、はい、まあ、ちょっと高いですね。高い。はい、じゃあ図面いきましょう。じゃあいいっすか。うん、ちょっと俺に振るなよみたいな。絶対わざとだろ。わざとだろ。はい、ルールは何でしたっけ。図面のルールは何でしたっけ。はい、図面は何だったっけな。横の線は左から、縦の線は下から上に。あったっけな、はい、本当か。本当か。これ前回もやり取りしてるから。そうですね、これでかいな。そういう定規です。これでかいな。これでかいな。いいフォルムしますよ、これ。いいフォルムが。こんな体勢ないんじゃないですか。ない。奥さんに謝る時ぐらいですか。そうだね。これ薄手ですか、これ足。これが重要なんですか。あ、これ重要なんだ。こう。あ、じゃあ誰やった。まあ両手だったらここ。これ俺らで大丈夫。受かったのかな。本当。まあちょっと僕やりますわ。ちょっと本当持っとんのか一見。これはだから。ここが、あれ、ここの線が残っちゃダメなんで、ここはもう空白のまま残さないといけない。鉛筆の線がついちゃダメなんですよ。こっからかも。ここの高さが25ミリなんで、下から25ミリの位置から、ここからスタートしちゃダメです。
だったな、それ。だったな。で、遠いところは図面に関しては天地を変えていいので、こうやって体があっち行くのはダメなんで。隠蔽しようぜ、隠蔽。ゴシ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 。はい、一本線行くにお前らどんだけ時間かかっとんだと思います。まあ、ちょっと早送りでいきましょう。ね、はい、じゃあコンパス使って引いてきます。170、150の線作ります。はい、引き肝はここから150ですね。ちょっと、まあ、うっすら、うっすら、 OK。 おお、ベベで、ベベ次が、はい、外円ね。はい、あ175です。これはこの鉛筆が残ってもいいんですか。よかったと思うね。あ、これは残っていい。これ残ったらダメですよ。いや、このこうしてよ。これって今こうしてよ。あ、間、あ、間はダメじゃない。これ全然いいんですか、消しゴム使って。ここは確か使っていいの。ちょっと待ってください。ね、の中に消しゴムがあったらいいと。あ、消しゴムありますね。で、鉛筆は HB に限定。あ、限定か。限定。まあ、消しゴム使っていいってことですね。あ、消しゴム使っていいです。ただちょっと僕いろいろ失敗しちゃったんですけど、この消しゴムを消す際にパテ削っちゃうんで、毛書き線下書き書くときはもうめちゃくちゃ薄く書いた方がいいってことですね。で、ここが鉛筆で、まあ、下書きで書いちゃったんですけど、これ線残っちゃったらアウトなんで、実際は消すときにいいようにあんまり力入れずにさっと軽くやっといた方がいいってことですね。そう、はい、これで完成ですか。そうだ、そうだね、やっとできた。はい、じゃあちょっとこれ参考になるですかね。ちょっと難しいですね、やっぱり。もう忘れちゃった。いや、ちょっとあのまとめなんですけど、難しいのは計算で、しっかり何度も計算し直して出した方がいいですよ、これ。もうとりあえずはもうまずしっかり読むことで。そうですね。で、僕思ったんですよ、これこっちから出してって、あっとるあっとるあっとるって、例えばこの端からこうやって計算してて25とかで、こっちから合ってる合ってる合ってるって仮定でやってっちゃうと、ずれとったらもう全部パーなんで。全部ずれるね。ある程度線だけ、ある程度の下の線だけ出したら逆算してやってった方が確実っすね。なんで、まあ、それが重要っすよね。あとは、まあ、上下で距離が違うから、そこに見ながら、はい、ああ確かに。ちっちゃい図面書いてみるかよね、あの紙とかノートに。本当にこのサイズで距離の感覚を覚えていく。はい、はい、まあ、とにかく練習が大事みたいです。はい、じゃあちょっとグダグダになっちゃったんですけどね。はい、まあでもまあ次回は、次回の壁はあの朝食編なんで、まあもうバリバリ現場出てるんで、まあ、まあまあ人は変わるかもしれんけど、出てください。はい、じゃあそんな感じでチャンネル登録といいですね、ぜひお願いします。また見てね。でかーでかー。